のりこさんてっぺさんこんにちはおはようございますおはようございます元気かなはい元気です、はい、元気そうですねてっぺさんあの、うん、t シャツの販売おめでとうございますあ、t シャツを売,売り売ってしまいます売ってしまいました <laughs> 売ってしまいました いいじゃない素晴らしい素晴らしい。そうそう、結構、あの、好評をいただいてまして。うん、よかった。売れてますかまあまあですね。あの、いや、いいじゃない少しずつ、あの、多分世界中の人が、日本語コンテッペー T シャツをそそうう着始めるということですね。あここにも、こんなところにも。そう。世界中の人が。 かったね <laughs> そんなことは起こらないでしょうけどいやいや意外とあるよ、うん、意外となんか「あっ!」って気づく人いるんじゃないあまあね聞いてる人は多いはずなんですけど、うん、そうですよ、うんはい、やっぱりあの道とか歩いててどの人が何が好きかとかわからないじゃないですか。 うんうん、例えばね、ねのりこさんが道を歩いてて、うん、誰がどんなことが好きかとかわからないじゃないですか。そうですよね例えば、まあ、サラリーマンみたいな人だったら、うん、もうパーソナリティみたいなの消えてますから、<laughs> ね、でも、そうそう,そういうことでですからねでも、うん、もしかしたら、あのー、自分と同じ音楽が好きかもしれないし、うんうん、自分と同じポッドキャストを聞いてるかもしれないでしょ。ね,ね でもやっぱりその手段がほとんどなくて実はの T シャツって面白いコンセプトですよねうん、うん、T シャツだけはそういうメッセージが出せるっていうか自分が好きなバンドとか自分が好きなアニメとか自分が好きな,好きなでもポッドキャスト、うん、あるねだからいいアイディアだったよすごいすごいあのこれを着て JLPT の試験を受けて <laughs> それもあるね。あるかもしれない。面白いね。つながって、友達になったりして。そうそうそう。出会いがあったりしてね。素晴らしい。もしかしたらね、誰かと誰かがこの T シャツを着ていたため、出会って。そう、あるよ。ありえる、ありえる。結婚したらね。あるかもしれないよ。そしたらもうが生まれて、名前はもちろん、てっぺいするんですよね。 子供の名前それはどうかわかりませんけどまだねその話は聞いたことない、うんまあね、あの先生日本語コンテッペが大好きです大好きすぎて子どもの名前をてっぺにしましたそれはちょっと,、ね、いとないかなりかなり勇気がいる話ですよねここ <laughs> あの最近だって奥さんってあパートナーと話し合わなきゃいけないんじゃない最近あのハムスターを買って名前をてっぺにしました、うん それはあるかもしれない。猫がてっぺい。さらっとひどいこと言いますね。子供のためにやめたほうがいい。でもアムスターだったらいいんじゃないみたいな。ペットだったらいいんじゃないペットなったな。それ僕僕が傷つきますよ。なんか人間じゃないのみたいな。いや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 。いやでも、あの 真面目な話、真面目な話。ペットに愛情、いや違う違う、そういう話じゃなくて、ペットにものすごく愛情を注ぐ人いるじゃない子供ぐらい。ペットは多分もう家族と思ってる人がほとんど。でもなんで子供なったらダメなんですか子供の名前ってやあの日本だったらいい名前ですよね、日本人だったら。そう。

いやー、まあ、私には覚えがないけど、いやー、いたかもしれないけど、ちょっとごめんなさい、あ,のあんまり深く覚えてなかったけど、でも、うん、いい名前と思いますよ。覚えやすいし、発音しやすいし、うん、うん、うんいいんじゃないは、うん、はいはい,はい、はい、そうか、じゃあ、こうやって、てっぺいブランドとビジネスが大きくなっていくわけですね。<laughs> い,やい,やい,やい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 や、いいややそういうことでしょう。 僕のコーヒー代になってますよね、やっぱり。コーヒー代どころか。コーヒー代どころか。ケーキセットぐらい。ランチセットぐらい。これ本当のこと言うと、言ってもいいんですかいや、本当言っていいと思うんですけど、ーシッツって結構コストが高くて。そうなのそうそうそう。え、何、何、何印刷代ってこと違う違う。もちろん、もちろん、やっぱり。どこでコストがかかってるのいや、もちろん、そう。 いやそれはこれはまあアマゾンですけどやっぱりプリントしてそれを送ってっていうのが入ってますからねその中にうん、うん、だからまあ例えば値段がそうですねあれいくらになってるのかな27ドルぐらいになってても僕は10ドルぐらいですよ、うん、あそうなんだ,、うん、だじゃあみんな2枚3枚買ってくださいって言っときますか、うん、はいはいまあ家族みんなであの本当に10ドルぐらいですよ あの、だから、なんかその、いや、もっと安くできるんですけど、もっと安くしたら僕の分がなくなるんですよね、完全に。それはそうだよ。それはちゃんとしなきゃいけない、やっぱり。なんかその、例えば、5ドル、T シャツの値段を安くしたら、僕の取り分と言いますね。僕の取り分五5ドル減るんですよね。その、その辺はね、きっちりした方がいい、に。やっぱ T シャツのコストがもう変えられないんで、 そう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 だからね想像よりはまあ結構かかるんだよねそ手取り分そうそうなんかペイトレオンにもあるんだよねペイトレオンにもなんかグッズを作る機能あるほんですかかなりかなりペイトレオンが取るんですよやっぱりコミッションみたいな感じあそれはもう当然ですよねだからその分ちゃんと設定しないとまあ自分が損することになっちゃうわね意味がないと思いますからまあそうですよねはい。 はいはい、その通りです。コストがありますからね、やっぱり物,うん、うん、物を作るときにはコストはかかるから。うんうん、え、じゃあてっぺさんは自分の T シャツ着てレッスンしてるんですか、最近。それはない。けど <laughs> あ、そう。でも着てどっか出かけたりしないのそれはない、まだ。自分の。<laughs> いや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 。いやいや自分でアピール。まあ、頑張ってくださいよ。それ。 それはまあしてないですね、まだ。あ、それはしてないの、まあ、生徒さんに会うとかだったらいいかもしれない。そう,そうそうそう。いいかもしれない。あえて二人でマッチング。ああ、それは恥ずかしい。<laughs> <laughs> あ、なんだよ。<laughs> それは私は期待してたのに。 いやなんかいろんか恥ずかしいっていうのがその恥ずかしいっていうのがそのペアルックだから恥ずかしいじゃなくて僕のもの僕僕ですとかそういうことですよだからあのいやこれねあは村上春樹さんの T シャツについての本があるんですよね。 あ、そうなんだ。はいはい。なんか、僕の T シャツコレクションみたいななんか本があって、えー、村上春樹が書いてる本ですね。うんうん、でその中で、村上さんが持っている T シャツたちをまあ紹介するんですよね。うんうん、で、その中にいろいろな T シャツがあって、うんうん、で、まあ、古着屋で買った T シャツとか、うんうん、マラソンを走った時にもらった T シャツとかいろいろあるんですけど、うんうん、村上春樹 T シャツもあって、いくつかあるんですけど、うんうん いつもそのコメントでは、うん、僕は今まで一回も着たことがないです。なんかその村上春樹が村上春樹 T シャツを着るのはやっぱり自分の T シャツを着て街を歩くというのは想像以上に恥ずかしいことですって彼は、まあまあまあ、それはそ,そうでしょうね。そう。まあ実質そうでしょう。そう。なんか、うん、その他の人が着てくれる分には全く構わないし、うんうん、あと僕がね僕があの。<laughs> うん 例えば僕がのりこ T シャツを着る分には全然あのいいんですけど僕が鉄平ー T シャツっていうのはなんかもう確かにやばい感じ裸よりも恥ずかしいような。かか <laughs> かる分かるすすごく分かりますよああた,だただですよこの T シャツ意外と分からないあのー、なんかちょっとでもシャツ着たりカーディガン着たりすれば全然読めなくなっちゃうんで、はい、なんかテップぐらいしか見えなくなっちゃうから。 うん、あのちょっとあのシャツの下に着るとかは、ね、前にボタンを開けてとか、カーディガンとかいいかもしれない。なる,なるほど、なるほど。やっぱり T シャツの次は、やっぱりパンツとか。あ本当にやっぱりブランド拡大、はい、商品拡大、そ,<う>そう靴下とか。もこれは 鉄平ビジネスエンパイアになるわけですね。水着、ブーメラン。何それあと、帽子、パングラス。帽子はいいかもしれない。コンドーム、いろいろですよね。頑張ってください。ベネトンみたいに頑張ります。いろいろ作ります。 ね、そうか、そうか、そうか。うん、<laughs> そうか、そうか。そうかよくわからんけど。どっちの方向に行きたいのかよくわからんけど。マグカップ。何がいいかな何がいいと思いますかリモコンとか。でもやっぱスティッカーがいいんじゃないんスティッカーー。ステッカー,あのシールステッカー結構気軽に使えそう。 T シャツはちょっとっていう人多分いると思うんだよね、やっぱりどうしても。でもね、ステッカーってどこに貼るんですか、うん、え私、私はさ、なんか、実は、まあ私は例えばなんですかね、うん、貼ってるわけじゃないけど、切り取って、うんうん、携帯のさ、携帯とカバーの間に、私、透明のカバーなんだけど、シーけたりとかああ、そういう使い方。スーツケースとかにペタペタ貼ってる人もいるよね。ああ<ー>、ースーツケースね。はいはい。ちょっと若い人ですよね。 うん,うんかなあう、ね、とか、とかまあ、なんか、まあ、その好きな本とかノートに貼り付けたりとか。まあ、いろいろじゃない、ね、人にっていろいろする人はいるんじゃないほんに。いろいろ。いろいろですよ、ほ、うんうに、ん。そうですよね。まあまあ、なんか、ステッカー結構、あの、実は日本で、まあ、東京とかたくさんあるんですけど、なんか、結構売れてるみたいですよね。その、やっぱり日本に観光に来て。そうそうそう いろんなこう、うん、まあなんか日本語で文章とかの漢字とか書いてるステッカーあるでしょ。そうそうそう。そう私 YouTube で見たよ。はいはいはい。み、うんなん買ってた。とワンピースとか、うん、ポケモンとかのなんかいろいろなキャラクター、うんうん。そうねキャラクターのシールも<う>やっぱ、ね、好きな人本当に買うのよ。だからそうそうあってもいいはず。<laughs> そうそうそうどうですか。よろしくお願いします。もうステッカーですか。 え、あの、てっぺさん、私の家に T シャツはいつか届きますか <laughs> いや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 まあい,、ね、い,やいやいや、いいややって何ですかまあ。ままあ、まあ、コストが、<laughs> コストが結構。<laughs> コストが結構とか <laughs>。そうか。かんは日本に来たときにあの、一緒に。そうか。ずいぶん先、いつに来るか,分からんけくるんだ。今度、いつ来るいや、そうですね。いつ来るんですかいや、まあ、こもう、わからない。本当に予定がない。 ごめんなさい。予定がないです。予定がないので何ともお約束できないんですけど。今年は来ないのかな私は無理ですね。<ー>だからまあ、いつか。じゃいつかその時はプレゼントしてください。それで。私は来て、私あの黒色、黒色がいい。え、どうして黒とその白の文字がいい。あ、そうですかあれは。私の普段のファッションに合うかなと思って黒がい、はい。成子さんがたくさん来てくれるんだったら,だからいいなと思いますね。<laughs> 確かにね。あげる。<laughs> でも一緒にき、<の>でもペアルックしてくれますか、その時渋谷のど真ん中 <laughs> 森さんと。それが条件。<で>それが条件。渋谷の真ん中で。偉そうにう。ビデオとか撮ったりして、そうそうそう。もうなんか、目、ま、音漫才みたいな感じ。<laughs> どうですか。コテコテ路線で。渋谷の真ん中で。はい、それをやっていただけるなら私はもう喜んで T シャツ着ます。 意味わからんけど。渋谷の真ん中か。じゃあ、それはやめようか。まあ、した場所はじゃあ。なんか、逮捕されそうな気がするね。逮捕はされんでしょ、私たち。まともな二人だから、いたって。いや、あの、今、僕の中ではイメージが出来上がって、スクランブル交差点の真ん中で、あの、信号が変わっても、そのままやり続けるみたいな。だから、車がブー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 ーそうそう。そんなことはせんけども、警察が来て、迷惑行為はね。 そうです。違反っします。そうそう。渋谷を止めて行ってます。<laughs> それはまあね、炎上する。炎上するのはよくなよ。<laughs> 炎上というかもう完全にニュースになりますね。犯罪になっちゃう。うん,うん、よくない。なんか前あったんですよね。ねなんか。あ、そんなこと本当にいや、いくつもありましたよね。なんかユーチューバーとかが、あ<ー>なんかあの、布団を持って、 クランブル交差点の真ん中にマットレスみたいな布団を置いてそこで寝て迷惑系、炎上系インフルエンサーみたいな人ですね。そういう人いますよね。あえてなんかそんないたずらとか悪いことして視聴者、視聴というんですかオーディエンスを増やすみたいなね、そうと人いますね。迷惑ですよね、明らかに。大大人人だだかかららね えでもじゃあでもペア T シャツ着てどこに行きますか？居酒屋？<laughs> 居酒屋ぐらいは許してくれますか？<laughs> 居酒屋に行くの？居酒屋にペア T シャツ着て行くんそう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 。この人、ねうん、目立つ。なんかバンドですかみたいな。<laughs> だったらねあの僕ギター二つあるから二人でギターも持って。 バンドですね。でも私、私弾けないじゃん。は <laughs> い、でも大丈夫です。あの、バンドメンバーの打ち上げって感じで、うん、ああ、そんな感じでしスタジオが終わった後に居酒,居酒屋に行く感じにして、島北沢の居酒屋に行って、あ、うん、あ、お疲れ、みたいな感じで、あの、ビール飲みながら、おりこ今日、ずれてたよ、みたいな。<laughs> <laughs> <laughs> あ、そんな感じで <laughs>、うん

そうそうそう、僕たちがちょっとやってきたんで、みたいな、そうそうそう、その通り、その通り、そのりうん。まあ、のりこさん、まあ、この、ボーカルのりこです、みたいな感じで。じゃあ、やばいな、それは。じゃあ、一曲やってよ、みたいな。そうなると、本当にやばい。じゃあ、やりましょう、一曲。じゃあ、ベルファストの風やります、みたいな。なんですか、それ。即興で。ベルファストに風が吹いてる。 それはね、ちょっと、まあ、しらける、やばい感じだけども、まあ、でも楽しいアイデアですね。はいはいはい、どうですか。まあまあまあ。範さん、今日はなんか元気そうですね。いや、私、旅行から帰ってきたばっかりだからさ、まだテンションがずっと続いてる、旅行の。まあ元気がいい。あの、すごい楽しかったから。うん。えっと、スペインでしたっけはい、スペインのマラガに行ってきました。そうでしたよね、そうそう、マラガの話。そうそうそう、聞こうと思ってた。 本当によかった、ありがとう、もうこんなに最高な、うんまあ、私は海が好きだから、うん、うちの旦那もあの海派だからね、うん、2>, 2人ですごいテンションが上がって、あとシーフードも美味しいし、いあとイギリスより食べ物がもちろん美味しくて安い、これ、最高だった。美味しくて安くて、<laughs> 美しいビーチ、うん。あってね、旦那さん、泳ぎましたよ。 私はさすがに泳がなかったけど、まだちょっと冷たかった水が。でも、旦那さんが海入ってましたね。はいはい。あとは、その前回の録音の時に言いましたけど、ね、そのチュロス、チュロ、チュロを食べたい。チュロ食べました。はいしかった。あんなに美味しいんだ。全然違ったわ。イギリスのスーパーの冷凍チュロスと比べて。まあ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 あ。の、チュロス。うんあの、はいはいチュロス、このチョコラテ。そうそうそう。

みんな食べてたチュース、うん、あーみんな食べ、観光客も地元の人も。うんはいはい、オルチャータはオルチャータはオルチャタってどんな感じですかアンダルシじないのかななんか甘い牛乳みたいな、でも豆のなんか、まあ、豆乳みたいな、えー。あったかもしれないけど私は気づかなかっただけかもしれない。はい、それは私は飲んでません。うん、シーフーフドって何 なんかやっぱ一通り、うんそうね、やあのグリルもあるし、そのさ、あのボケロの蒸しっていうのかな、あのイワシのあのフライか、なんか、うん、レモンとオリーブオイルがかかったようなやつか、うんんはい、なんかやっぱ魚は本当に、まあ、タコももちろん、エビもたくさんありました。うん、まあでもそれはバルセロナも同じかな、ね海の町だから。やっぱりやっぱまあまね海の幸は新鮮ですよ、椅子に比べて。うん、まあでも、海の方向が違うから。 まあ、バルセロナメンタルエニアですからね。マラガは。ああ、そうか。何になるのか。まあ、いろいろですよね。いろんなシーフードいいうん、うん。いや、まあ、イギリスから行くと、本当にね、びっくりするね。イギリスはこんなに海が近くにあるのに、うん、どうしてあんまり魚食べないのかなと思うぐらい。ね、まあ、魚の文化じゃないですからね。あのー、まあまあ、そのフィッシュアンチップスとかあるけど、その、うんうん、なんか、 どちらかといったら、やっぱ肉料理が多いですよね、伝統的な。本当と、当そうなんですよ。だからすごい楽しかったし、天気も本当に良かったんですよ。まあ、イギリスから行くとね。はいはいはい。いい、28度、27度ぐらいで。はいはい。いいらしいですね。本当に、まだが。本んに良かった。まあ、女の大きくないです、そんなに。だから結構いろんなとこ歩いていける。はいはいこじんまりしていて、でもビーチまで歩いていけるみたいなね。はいはいはい。 生徒さんにもあったんですよ、私。あ、本当に素晴らしい。マラガの生徒さんがいるんですかそうなんですよ。だから、一緒にお食事をして、すごい楽しかった、本当に。ビールも美味しいですよね、スペインのビール。そうね。やっぱまあ、天気がいいから、やっぱビール美味しい。そうですよね。そういうことですね。あれなんですかやっぱり旦那さんね、スペイン語を話し、なんか。そうね。ラッキーでした。そういう意味では。困ることはなかった。 やっぱりあれですよね。まあ、その、スウェーデンとか、まあ、スウェーデンは英語は通じるからいいけど、うんうん、まあ、例えばフランスとかね、なんかその、そうだね。比べると、やっぱり、言語がね、うんうん、同じっていう。それもあると思う、本当に。気が楽で。快適な、はいね、気が楽で、なんか問題は全然ない感じ。そうですよね。うんうんうん やっぱりスペインに行くと。でもなんかねヨーロッパの北の方の人それこそスカンジナビアの国とかドイツの人オランダ人イギリス人がなぜあの辺に別荘を持ちたがるのかそれから退職してから移民じゃないけどそこに移り住む人いるじゃない理由がよく分かった本当にやっぱ天気が。あと食べ物ね。食べ物が美味しすぎる。 高そうなマンションずらーっと並んでましたよ、本当に、海沿いに。まあ、私ではね、絶対、こう、買えなそうな、こう、こう、海、海にしたああ、でもたくさんの人が、その、イギリスの家を売って、そうでしょうね。そういうふうに行くんだよね、みんな。あうまあ、考えますよね、それはね。やっぱり、リタイアしてから、毎日。そうそうそう、そういうことですよね。 特にやっぱり冬とかになるとね、うん、違いが大きくなるでしょまあ今ゃね、<う>夏の季スは別にイギリスはいい、ね。そう,そうそう、暖かいよ、まだ。全然いいけど、そのやっぱり冬になると大きい違いが出ますね。本当本当。そう。ですいろんな、なんか、あのレストランとか、 うん、カフェとか。そうそう、カフェバー、タパスバー行きました。バとかね、バルですよね、うん。うん、バールね。楽しかった、ありがとう。本当に休みは良かった。あ、そう、<laughs> いいの、うん。うん、よかった、本当によかったで、2人で行けて、楽しかったです。